つえ、ほらの体が完全に治っても勝てるかどうか。せめてもう少し耐えてくれ、頼む。うわあ！ダメだ、これ以上待てねえ。君は何者だ？いや、聞く必要もないか。そんなボロボロの体で僕に勝つ気？一体なぜこんなにすぐ？フリーザは宇宙の帝王と呼ばれるほどの力の持ち主です。どうかお気をつけて。やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。それにしてもあと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん、絶対に許さん。ドムシケラども、じわじわとなぶり殺しにしてくれる。なんだと？なんだ、まだいたのか。わらわらと目障りな。いいだろう、貴様らまとめて皆殺しだ。なんて気だ。今度は死ぬかもね。ないぜ。たった2匹だが、恐竜に勝てると思ったのか？勝てる！俺とこいつらの全員でかかればなんとか勝てるぞ！こいつらの戦闘力はどんどん上がっている！そして俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある！何を言い出すかと思えば、一時間に触る野郎だ！皆さんを守りながらフリーザと戦ってください。お前まさかサイヤ人と死ぬと言ったのに、まだ嫌だったのか。変身しろフリーザ。どうせなら今すぐ変身し。そこまで死にたいか。いいだろう、私はあと3回変身を残しているんですがね。気に見せてやる。私を本気で怒らせたご褒美ですよ。と、バカな。今度は死ぬかもね。いきなり最新兵隊になれないで。歴史が大きく改変されている。これじゃ、悟空さんの復活が間に合わない。貴様らにいいものを見せてやる。まさか、お前勝つ自信があるのか。まあな。今度は死ぬかもね。それとも恐怖のあまり頭がおかしくなったのか。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。
ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。相変わらず冗談に聞くね。死ぬのはちょっと本気でスピードを上げたらついてこられないようだね。それでもスーパーサイヤ人なのか。すまらん、戦う気がまるでなくなっちゃったようだね。ちょっと早いけど、とどめを刺しちゃう。待たせた。今度は死ぬかもね。またなめくせじか。まあ、いいよ。ベジータはもう動けないようだし。次は死んで遊んでみようかな。今度は死ぬかもね。なかなかの強さだね。部下に欲しいくらいだね。遅くなってすまなかった。あとはオラが何とかする。カカロット、フリーザが、サイヤ人の今度は惑星で破壊しやがった。頼む、フリーザ、フリーザを倒してくれ。もうジータ、まだくたばってなかったんだね。しぶといやつだったよ。オラも少し分けてもらう。その誇りを。オラ、地球育ちのサイヤ人だ。お前たちに殺されたサイヤ人たちのためにも、そしてここのナメック星人たちのためにも、おめえをぶっ倒す。くだらないこと。おめえ、ちょっと頼まれてくれっか。今からしばらくフリーザを引きつけてほしいんだ。わかんねえが、やるしかねえんだ。元気玉だ。悟空さんは元気玉を使うつもりだ。なんとか時間を稼いでください。悟空さんを守りきれば、元気玉を打てれば、きっと歴史は元に戻ります。このナメック星と近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい。今度は死ぬかもね。元気をあげてくれ。君も思ってたよりやるみたいだけど、君じゃあ僕を倒すことはできない。何を企んでるか知らないけど、数少ない生き残りなんだ。もっと勇気を大事にしたら。まあ、見事も。そうだ、それでいい。それでこそ俺の弟子だ。しては解散ぞ。やめろフリーザー。悟空、許さんぞ。
欲望欲望うわぁ。は怒ったぞ、フリーザー！うわはぁ！ここまでの歴史の流れで素晴らしいものに変わりました。フリーザを倒してください。それで全て終わります。ごはん、これを連れてさっさと地球へ帰れ。あの無理性がちょっとでも残っている。とっとと消えるんだ。はい、ありがとうお父さん。僕は待ってる。元気なお父さんの姿を待ってるよ。お前はもう謝っても許さないぞ。何者だ。死ぬの国ご存知なのか。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。くしよー、くしよー。吹っ飛べ！どうした？貴様の力はそんな程度じゃないだろう。見せてやるぞ、 100% の力を。あと5分もすればこの星は宇宙の塵となる。何？いや、5分もあれば十分だ。貴様を殺す、仲間と共に脱出する。時間稼ぎか。あのガキたちがこの星を脱出するために。時間稼ぎだと？そんな必要はない。今は死ぬ。これからここで。でかい口を聞きまーす。そこまでだ。黙らせてやるぞ。このしつこいくたばりぞこないね。いいだろう。今度は木っ端みじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。フリーザのこと。少しはマシな動きができるようだな。なんだ。海王様がドラゴンボールでみんな。よし、お前のことはよく知らねえが、ずいぶん助けてもらったな。だが最後の決着は俺につけさせてくれ。サンキュー。助けを断るなんて悟空さんらしいですね。でも大丈夫、悟空さんは勝ちましたよ。巻物もちゃんと元通りです。それにしてもミラたちの邪魔が入らなくてよかったですよ。そう、あの二人は現れなかった。ええ、
それがどうかしたんですか？邪魔をしたら消す。奴らはそう言っていたのよね。どうして今回は出てこなかったのかしら。さあ、単なる気まぐれじゃないですか。そうかもしれないわね。ともかく二人ともお疲れ様。はい、お疲れ様でした。とあの二人の仕業にしては歴史の改変が起こるのが早すぎた。ひょっとして他にも歴史を変えているものがいる。まさかね。フフフフフ。